も、上方の建造計画は、12隻で終了。次期 FFM を10隻建造するとの情報をキャッチしました。今回は、この次期 FFM の性能ともが、三型の何が、画期的だったのかを詳しく見ていきます。画期的というと、やはり建造能力でしょう。年間2隻の収益は、中国を超えましたね。2022年12月16日、日本の岸田内閣は、いわゆる安全保障関連の3文書の改定とその閣議決定を行い、2023年度以後の防衛予算を大きく増加させて、2027年度までの累計額は、およそ43兆円に達すると、マスメディア各社が一斉に報じた。日本の防衛予算は、年度ごとの増加は、もちろんのこと、最終の2027年度には、NATO 基準値としても認識されている、対 GDP 比で 2% を確保する見込みとなっており、その水準に至ることの方が意義は大きいだろう。NATO 加盟国においては、折からのロシア・ウクライナ戦争に余波を受けて、ポーラランドを筆頭に、多数の国々が軍事費の増額に着手しており、対 GDP 比で 2% という目安は、早晩に達成されることが確実視されている。ただし、そうした NATO 加盟国の中にあっても、ドイツやフランスといった人口、経済規模が大きな国は、ロシアやその勢力圏である国とは直接の国境を接していないため、比較的に動きが鈍い印象は拭えない。これは、地続きであるヨーロッパの地政学も含んで、その地理的な要因が大きいと推察され、かつての東欧諸国が、ロシアや勢力圏である国と対峙する最前線となる一方で、ドイツやフランスは、そこから隔てられている現実を感じさせる。翻って、日本が位置するアジアの状況を考えてみると、大陸の突端に位置する韓国は、やはり、地続きで北朝鮮と接しているため、その万が一の侵攻に備えて、大量の砲弾を備蓄していることが、ロシア・ウクライナ戦争で再確認された。韓国は、西側諸国の標準的な野戦砲である、155mm 榴弾砲の砲弾を大量に備蓄しているため、ウクライナへの同砲弾の供給に苦慮するアメリカが、その有効活用を起とし、迂回供与で、その備蓄をウクライナへ回す方策が話題を集めた。その後、この手の話題は、そこまで日本のマスメディアの訴状には上っていないようにも感じられるが、かつて朝鮮戦争という大規模な地上戦を経験した韓国だけに、日本とは砲弾の備蓄量が桁違いであることは認識させられた。日本はといえば、幸いなことに、四方を海で囲まれた地理的環境にあるため、その軍事力の重点は、やはり海上自衛隊に置かれているといえ、現状では、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻等の艦艇の体制構築に取り組んでいる。そうした中で、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦といえば、昨年2022年から、実戦配備が開始されたもが三型であり、ネームシップで、1番艦の、も、神を皮切りに、今年2023年3月までに、4番艦の、三熊までが、就役を始めている。も、が、三型護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0m。全幅で 16.3m、深さで 9.0m の艦隊を持ち、計画当初は3000トン級が想定されていたが3割ほど大型化された経緯がある。そして、その艦隊にもが、三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇としては、初採用となる固タグ方式の機関を搭載しており、これは、
MT30 ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンを2機組み合わせたもので、二軸のスクリューで推進する。も、上方護衛艦のこの機関部は、最大で7万馬力の出力を発生し、最大速力は30ノット以上だが、もともと、初期の段階では、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦のコンセプトを模倣する構想もあり、40ノットくらい以上の速力を想定していた。しかし、海軍艦艇同士の戦闘が正規する可能性は、極めて低いと考えられる状況下においては、そうした40ノットもの速力を発揮させる機関部の構成では、大幅な燃費の悪化が避けられないため、こうした案は見送られたという。例えば、海上自衛隊のイージス護衛艦として最新鋭であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートル、深さは 12.0 メートルと、排水量はもが、身型のおよそ倍もある。しかし、マヤ型の機関部には、コグラグ方式が採用されており、ガスタービンエンジン2機と、電動機2機を組み合わせたもので、その最大出力は6万9000馬力、最大速力は30ノット以上と、使用上では公表されている。単純に、カタログスペックとしての数値で比較するのならば、も、が、身型浜屋型の半分ほどの排水量にもかかわらず、最大出力で上回るエンジンを搭載していることになるが、最大速力は同程度なのが、興味深い点ではある。ちなみに、マヤ型のベースである、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、2023年5月現在で就役中の最新のバージョンである、フライト 2A では、護学方式で、ガスタービンエンジン4機で、最大出力26250馬力、最大速力30ノット以上とされている。さすがに、本家のアメリカ海軍は、姉妹艦に当たるとはいえ、マヤ型に対し、倍の4機のガスタービンエンジンを搭載しているために、文字通り桁違いに強力だが、それを含めても、最大速力は、30ノット以上と、ほぼ同じなこともポイントだろう。これは、この大きさともなれば、原子力推進のような動力でもなければ、通常動力型の機関部で推進する艦艇の速力は、大差がないことを表すと同様に、現代の水上戦闘艦が、速力によって、性能を高めることを志向していないことも示している。これは、現代の海戦を想定した場合、水上戦闘艦が、最も攻撃を受けるであろう敵の兵装は、それらの速度が多少上がろうとも、到底、機動性では、回避不可能な対艦ミサイルとなっていることが、その最大の要因であろう。も、が、身型が、当初、そのコンセプトを取り入れようと考えていた、最高速度40ノットを超過していた、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦ですら、その代替艦として、建造中のコンステレーション級ミサイルフリゲートでは、最高速度26ノット以上と、大きく様相を変化させている。さてもが身型護衛艦だが、こうした小柄な艦隊ながらも、強力なコダグ方式の機関を搭載している点も特徴だが、機能面では、一見してそれとわかる、高度なステルス形状と、対機雷戦闘まで担い得る点が、最大の訴求点だろう。も、が、身型護衛艦は、主兵装である VLS、垂直発射艦で、すら16セル分しか装備していない、比較的軽武装な艦艇だが、従来の汎用護衛艦、DD やイージス護衛艦、DDG に比して、攻撃力を追求しようとしたものではない。すでに、数に勝る中国海軍に対し、重武装で、それらと正対することを志向するわけではなく、従来、
もっと小型の掃海艇が担ってきた対機雷戦闘。その布設から、除去の能力を付与することで、南西諸島の防衛に向けたものだと推察される。そこにおいてもが、三型は、有事の際に、南西諸島に中国海軍の艦艇が接近することを、機雷の布設による海上封鎖で防止することを企図し、逆に、敵に機雷を敷設された場合には除去することで、味方の南西諸島への上陸を支援するものだろう。ただし、昨年2022年の収益時点では、最大で22隻まで建造される可能性があるとみられ、レータモが味方だが、すでに、2022年末の安全保障関連の3文書の改定の内容では、さらなる新型艦艇を今後は建造していくことが、表明された。これによりもが、味方は、12隻で、一旦、建造が終了となり、その後継艦が、現時点では、10隻ほど建造される予定となっており、いずれにせよ、同艦で初めて採用された FFM という、艦首記号の艦艇が、少なくとも、22隻となることは変わらない。これは、護衛艦54隻体制を掲げる中では、無論、最多の艦首となるものであり、新型 FFM についても、現行のもが味方を設計、建造した三菱重工業社と、ジャパンマリンユナイテッド社とが、その受注を競うことになっている。新型 FFM がも、が、味方から、どのような変化を遂げるのかが、注目点となりそうだが、今後は、防衛予算の増額も受けて、建造の段階から、せめて VLS、垂直発射艦も、兵装とともに装備できるようになることを願わずにはいられない。